たいかな。じゃあちょっとまあ防御準備選んちゃってます。ああ分かりました。じゃあ前哨戦ということで。いいですか。前哨戦。ありがとうございます、うん。これをちょっとさっきおーっと思ったんですよね。本当にレアですもんね、うん、これね。かなりレアですね。さあそれでは、今日はね普段使わないキャラクターを使って対戦していただきます。はい。3ラウンド一本勝負。レッツ行ってみようか。覚悟はいいわね。はいよ。レッツサイクロン。The battle has begun。始まる。石原さんがザンギーで、フードさんがチュンリーですね、はい、まあ、使っていって、うん、梅原さんとかチュンリー、フードさんがチュンリーとかザンギーに目覚めて僕4月5日に使ってくるっていうのをワンチャン楽しみにしてますワンチャンワンチャン待ってあれってなる感じで、まあ、キャラ的にはですねやっぱ飛び道具持ってるチュンリーの方が有利なのかなっていう感じするんですけど、うん、そうですね、やっぱそれでもあのうまくねセービングアタックとか、はい、あとはダブルラリアットとかで飛び道具さばいて近づければ、うん、まあ、ザンギにも分があるかなと思います。そうですね、投げのコマンド入力、まあ、とあのさっきの派手な投げ技の、まあ、結構吸い込んじゃう範囲が広いんだよね。あ、お、仕上げてきた仕上げてきた、これが練習の成果だ。さあスピード感も増してきましたね。はい、あ、画面端ですね。画面端はお互いちょっとダメージが減りやすいところなので、ここから、うん、出てきた。なんかバニッシングブラストを当ててからの攻防っていうのが実は熱いポイントで、ウルトラストリートファイターでもあのザンギエフのキャラクターの重要な変更点としてあの変更が加わってますので、うん、またあのウルトラストリートファイターあのザンギ使いの方も楽しみにしておいてほしいなと思います。いいこと聞けちゃいましたね。いいこと聞けちゃいましたね。あとは梅原さんが1本取りました。そうですね、はい、あと 今のところやっぱチュンリーパーフェクトのペースですね、はい、でチュンリーはやっぱ女性キャラなんで火力、まあ、ないんで、うん、こうあと体力もないんですよね。なのでザンギエフの一発一発食らっちゃうとあっという間に逆転がされちゃう。そういうことだったんですね、はい、スピードと手数で翻弄するっていうキャラですね。この動かしてもっと、あ、いい使い方ですね。ハゲージうまく使っていきますね、うん、しかしここから、あ、 EX の使い方いいですね。飛び道具をさばいた、今1対1と、1対1、なるほど、次ですね、次が勝負ですね。わー楽しい、うん、開幕でダメージを与えるとやっぱり主導権になった感じになりますけど、最初が第一、最初の一発結構精神的にきますよ。そうなんですね、体力ゲージがマックスだと黄色なんですけど、ちょっと触ると赤からオレン、赤っぽくオレンジっぽくなるんですけど、はい、そこで、あ、もう負けてるっていう感じが出ちゃうんです。あ、そうなんですか。そうこう言ってる間に展開がどんどん進んでいき、ちょっとチュンリーが体力的に、チュンリーがやばいですね、やばいですね、はい、ザンギ付き合いたくないですね、うん、そうです、これは飛行圏で応戦してますが、これもコパンとかここは食らっちゃうと終わっちゃうんで、あと一発で終わっちゃうとか、うまい、あれがあの俗に言う素直なバニシグさん、はい、さあこの勝負は梅原さんのザンギエフの勝利ということで、はい、勝負が決着しました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。レアな対決ですね。レアな、ね、対決ですよね。やったことないですよね、多分梅原さんのザンギフとは。ないでしょうね。見たのは初めて、初めて見ました、かもしんないぐらい、かなりレアな感じじゃないかなと思います。意外と強かったですか。意外と強かったですね。あれ結構動くなと俺も結構ちょっとしれっと練習してきたんですよ。実は勝とうと思ってた、さすがちょっと勝とうかなみたいな思ったんですけど、ちょっと足らずでしたね、ちょっとね。さあ梅原さん、フードさんの真剣勝負を見せていただいたわけですけれども、はい、実はね先ほどもお伝えしました4月5日に開催されるスーパーストリートファイター4アーケードエディション最強頂上決戦にはこの梅原さん、フードさんも選手として出場していただくんですよね。はい、そうなんです。
そしてすでにあの出場がもう決まっている7名の他にですね、4月5日に一般の参加の皆様32名の中からですね、勝ち残った1人が最後の1人として8人の中で戦っていただくということになるんです。はい、ではここでスーパーストリートファイター4アーケードエディション最強頂上決戦出場選手をご紹介しておきましょう。はい、スーパーストリートファイター4アーケードエディション最強頂上決戦はキャラごとの日本最強クラスの選手が集結してトーナメント方式で頂点を競います。まずは竜を駆使して大会に挑むのがプロゲーマー梅原大吾さんです。あ、頑張ります。最後の大会なんで頑張ります。頑張ってください。そして2人目フェイロンを使って優勝を狙いますフードさんです。優勝を目指して頑張ります。はい、お願いします。はい、そしてここからの選手は映像のみでの紹介とさせていただきます。はい、修羅の道を歩み続ける豪気で戦うプロゲーマーの時戸さん。続いて油したたるいい親父破綻で全国キャラ別ランキング1位の最強戦士エビさんです。美女だけど破壊の快感に酔いしれる快楽主義者ジュリを駆使して第2回トパンガチャリティカップ優勝洋梨さん。続いて危険なファイトスタイルでプロボクシング界を追放された剛腕キャラバイソンの全国キャラ別ランキング1位 R さん。裏社会では伝説となった暗殺キャラゲンを駆使して挑むのがゲン全国キャラ別ランキング1位アミューさんです。そして最後の1名は4月5日の当日予選優勝者となります。当日予選会は32名の選手で戦います。出場希望者はこの番組の公式サイトから申し込んでください。公式サイトはスーパーストリートファイター4 CR エディション発売記念イベントで検索してください。